皆さん、こんにちは。せんちゃんです。毎日お仕事お疲れ様です。今日は月曜日、2月13日、鹿屋は雨です。今日は雨。ちょっと今私のハウス、ちょっと音パランパラン雨ですね。今日は一日の雨です。今日は私仕事は、人参切るはお休み。みんな休み。旦那さんも休み。そしたら私はね、今2月ですね。もうすぐ3月、4月、もうすぐ夏の野菜。皆さん今、夏の野菜、いろいろ種準備ですか？今日は私、お仕事は休み。そしたら自分で家庭菜園、野菜の種まき。今年は、アジアン野菜のたくさん作って、また皆さんに見せたいです。皆さん、あと私はね、皆さんに教えたいね。この前のコメントも書いてある。せんちゃんは、野菜は、いろんな、どこに買ったね。私はね、ベトナムの、インターネットも、今見て、私、Facebook に入ってるですね。遊んでるから、いろいろベトナムだり、インドだり、いろんなも知ってるですね。そしたら私はね、今まで私、ラオスいたけど、持ってきたけど、不法化の入管と厳しいから通るから、今度日本に買った方が安い、安心。今度私はね、皆さんの野菜のタレ見せたいですね。本当ですね、ここ私書いてある。こんなしたら怒って、こんなのいっぱいある、安いし、こんなの、一袋は130円ですね、一袋。安いくて、心配です。今度私がね、こんなの、生きろのもある、パクシーとか、いろんなもあるですね。こんな、今年は私これも、これ生きろは、宣言これね、これ、宣言。これ私はね、あとはね、コメントしたら、パクシーの種欲しい。これですね、パクシーの種。これ生きろですね、これは。生きろは、1600件ですね。あと私はここに書いてあげる。どこ買った？ここに買って、いくらこれだの？虫がみんな欲しいところ、コメントしてね、欲しい人もいるかもしれない。これ私の、パクシーの種。これだいたい1600件ぐらい、1キロです。本当にいろいろあるですね、皆さん。これ、スイカだり、スイカも、ミントとかね。いろんなもあります。今年は私が好きね。今度私の野菜の、今年私のナス野菜、これは長い豆。長い豆も作りたいです。これ。今私はね、種表の、これですね。これはね、ちょっと、庭織りです。皆さん、ちっちゃい庭織り。私はね、今年は私作ったらね、タイのお姉さん、売ってくれるって。私嬉しい。いっぱい作ってる、これ。ボコリも安いよ。ボコリ苗もある。日本は高いから。あそこに、ボコリ。これ今から植える花。今何の花みたいにね、食べたら、美味しい、柔らかいだって。これ、皆さん、みんなびっくりしないよ。私は、こんなの野菜いっぱい持ってるよ。これ、私はね、携帯の遊んでいるからね、これも欲しい、これも欲しい。どんどん注文したらどんどんたくさんなる。私は畑作り、野菜の作るも好きですね。買っても好き、どんでも楽しいです。いろいろある、皆さん。こんなの、私もね、買った。いっぱいよ。旦那さんはこんないっぱい買ったお店の種売るやないかって言ったよ。違うよ。私は作るよ。今からね、3月、4月、本当楽しみ。いろいろ。これはね、これは皆さん見て、これ、空心菜って、日本は空心菜って、
これはね、種はね、こんなのいっぱい入ってもね、800円しかないですね。800円、私のベトナムの買った、空心菜。あ、野菜炒めは美味しいよ、これ。今から私種まく。シャワー、こんな。シャワーね、今から私の種まくは、ラオスのナスビ丸い。丸いで、これ。丸い、私、美味しい。これはね、タイのお、ね、作ったらタイのお姉さん買った1キロ500円に買うって言った。嬉しい、これ。あとは、ピーマン、これ、辛いの、シシトみたいけど大きい、これ。これと、これ、パッカパオみたいな、パッカパオ。はい、今から、そうかな。いっぱい。今日はね、今日は私、仕事はお休みだ。家のことからね。ゆっくりします。スイカもいっぱいですよ、皆さん。スイカ種もいっぱいある。うわ。これもある。これ。わ、パクチー。これパッカパオってよ。パッカパオ。種はちっちゃい。これ種もちっちゃい。種まき、今日はちょっとだけですね。ちょっとあそこにね、ラオスのところしいシートみたい、これ。パッカパオとか、ナスビとかね、いろいろ、ちょっと名前はね、入れないとか、まだありですね、ここも。ちょっと寒いけど、どうかな、見れるか出ないかな。ちょっと早いかもしれないですね、本当はね、ラオスのタイの同じけど暖かいの国から日本はちょっと寒い、ちょっと早いかもしれない。楽しみやってみる。あ、まだ雨やってないな。今日は100円どうしようかな。100円野菜の収穫しようかな。今からこのすっごい種ですね、いろいろ持ってますよ。今年本当楽しみです。まあ、時間ですね。こんばんは。今日はお仕事お疲れ様です。今日は私お仕事は休みです。ゆっくりです。少し。そしたら私100円野菜はもうスルスル終わりですね。私、ほうれん草も大きかったですね。ぼっくりはね、私のぼっくり鳥も葉っぱ食べるし、ちょっとね、形はあんま大きすぎかな。ち
とこれはダメかな、黒いだった。これでいいかな、こんち脇目取って100円ですね。白菜はね、白菜も鶏は少し食べてる。まあ、まあ、もうする終わりですね。もうするトマトとナスビの作ります。今から種の撒いてです。今日はいろいろ種撒いてです。はい、こんな感じです。皆さん、いつもせんちゃん動画最高まで見てくれて、コメントまでありがとうございます。今日はお仕事お疲れ様。バイバイ。